結局食ってるやねんな。あっさり食う勇気ないねんな。定食もね。やじょういでこれ。豚キム。これ普通に唐揚げですわ。美味しい。明太子、チャーシュー丼。いや普通に。日本野菜でも美味しそうだな。ティピコする？匂いやし。行っちゃおう。どうすこい。ラーメンこってりマックスあるんですよね。俺こってりマックス行っていいですか？行きましょう。ちょ米だけでいいねんな。側いらんねんな。みんなで餃子分けっこします？はい、そうしましょう。ね。なみで、かまへん。あん。これデートじゃないっすね、ここは。いや、昼飯やもんな。そうですね。あの力使うのあいつは避けたんでアホではないですね。二つ引きましたね。二つ引きましたよ。力使う。えらいことですよ。そのトロフ結構力使う。いやとんでもないですあれは。あ、そうなんですか。多分もう筋一本で繋がってますよ今手俺。ギリギリの。ブラブラです。結局天一みたいなこと言ってましたね前に。結局天一ですね。結局うまいですからね天一。まずかったしタイミングないですね生きてきて。京都の本店とか行ったことありますか？あるんですよ。あるんですね。一回行きました。あ、で向こう本店限定のなんかなんすかあれ、筋に入りこってりラーメンとかあって、まあ、せっかく本店来て限定やから食うしかないやろって。そうです、ね、あ食ったらやっぱ味が多すぎてようわからんかったもん。こってりだし筋にだし、あようわからんかったな。結局天一やもんな。でも一番嬉しいですからね天一行くって言われるの。いまだに声出るもんな。やったっていう。大学の近くにあったな。なんか声優の学校ですよね。ピッピーってた。弱にじゃなかったっすけど。弱にには素敵な学校ですけど、汗だです。何も悪いとは言ってないですよ、俺。何を勝手に。ごくごく偉いですよ。ジンですか、それ。水ですか。水みたいなもんすか、自信は。楽しいな。楽しいですね。まだちょっと時間あるんですよね。まだ5時に無限大なんで、今何時ですか。3時15分。ちょっとまだいけますね。目いっぱい楽しもうとしてる。いや、それせっかくですからね。だって今日俺いろいろ考えたんですけど、TP 目線で考えたら、はい、今日10分の動画1本分しか撮れてないですよ。そんなことない。30分が4本撮れてます。やばい、でっかちゃんさんから今来ました。わあごめん今見たで写真送ってたつもりが送れてなかった。あ、昔のねお笑いの日の写真を今送ってくれました。わあ、わしがとんでもなく眠い顔してますわ。申し訳ない。朝早かったんでめちゃくちゃ眠い顔してる。ちょっと一回電話してみていいですか。ごめん、ちょっと LINE 見てで、ね、文字でね、ありがとうございます、ありがとうございますね。すみません、今 YouTube の企画で、おすすめ都内おすすめのデートスポット探しているんです。いるのですが、でっかちゃんさん、どこぞおすすめスポット教えていただけないでしょうか。
しました。でっかちゃんさんのおすすめどこになるんでしょう。楽しみですね。今 どこが一番連れてきてもらうんだろう。夜今治のところ。そうやろ、嘘でしょ。水族館じゃないんだ。まあ入ってないですもんね。あ、そっか。入ってたとしたら、入ってたら水族館すごく リゴさんでしょ。俺の一番信頼を置いてる男、リゴね。菅沼。菅沼って何なんですか。本名です。あリゴの本名でございます。はいはい、スタミナ、はいはいはい、ありがとうございます。餃子チャーハン、みんなで食いましょう。あ、おぎり、あ、おぎりね。よし、みんなで食いましょう。ありがとうございます。餃子のタレでございますよ。ほい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 、大きに酢ね。酢ラー油、酢コショウ。酢コショウ全然ピンとけへんかったわ。それ食っちゃいましょう。ほい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 、どうですか。うん、これ好き。お前嫌い。僕これ好き。あ、ラーメン来ましたよ。ラーメン来ました。やった。大盛りこってりマックス。大盛りこってりマックスです。はいはいはい。はい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 、はいはい、もらいましょう。はい。ネギラーメン。プレーンガチです。はいはい。あ、すみません。ありがとうございます。うわ、こってりマックスやん。いただきますか。こってりマックス初めてですわ。ほらほら、いただきます。うん、あんま変わらんな。ね、もう無理ですよ。チビちょっと一口もうていい。え、変わらんでしょ。変わらんのを確認する、うん、あ、全然ちゃうわ。全然ちゃうかった、うん、ねえ、俺はお腹下すやっちゃで、いっぱいうんち出すぜ。聞いてる？裏さん聞いてる？いっぱいうんち出すぜ、ワイネイキョ。いっぱいうんち出すぜ。大きにな。餃子も食っちゃってください。まあ、重いな。レンジが立ちます。あら、ボキフル？麺やからじゃん、これ。あんた麺にさしてるからやん。いや、でも全然ちゃうな、普通のと。これデートで食い出したら終わりっすね。ホッテリマックス、あいつすごい男やな、マジで。メッシ NG ですもんね、TP。メッシ食ってんの NG やから。
やってください。いや、これはわし普通の方が好きだな。何ラーメンが一番好きでしたっけ？キャブラ。あの店。成田家っていう。アザブラーメンじゃないですか？アザブラーメンじゃないですね。まあ、懐かしいだけ。有名な感じで言うと野方ホープ。ああ。有名、聞いたことある。あれ野方以外にもあるんですか？あ、全然ある。あっさり塩ラーメンとか嫌いですか？ほら。ラーメン全部好き。めっちゃアホの言い方ですね。好き。あの野菜容器入ってるのも好きなんですか？全然好きです。スロー系も好きです。いや、言ってたな、食うたて。よっしゃ。家系もですか？最近はなんか油そばに卵黄だけ上に乗っけて食うラーメン。あれ、釜玉みたいですね。美味しそうなやつ。あれは？まあ、うまいけど高いなと思っちゃう。あれ具入ってないですかね、もう。台湾混ぜそばとかもうまいですよね。うわ、こうなると無限大行かなあかんねや。なんかよう言うてますね、これで。TP の前でよう言うてんな。このあと無限大行かなあかんねやって。あの、楽しいからです。一緒におると。きっしょいな。大体無限大でダイヤモンドが待ってます、はい、そうやね、今日も斧が待ってるんですよ。斧とトークライブがあるんですよ。しといてよかった。よし。よかった、他人の金で。挑戦することに意味がありますか？いや、言いますよね、負けたやつがよ。ざれ事ですよ、DPR は。でも食わんかったら一生、あれ飲んだんなんやろうで。悩みますもんね。次回から迷わないですか？そうですね。長見何食ったか聞いといたらよかったですね。メニュー定食行ってそうやな。定食来てるんですか？定食来てで女には卵つけていいよとか言ってそうやな。ちょっとだけ格好して。
どうですか、マックス。全然 OK ですか。全然 OK。 マジか。14歳でしたっけ、今。中学生じゃないです。いくつですか、今。30です。まあ、30ならそうですが、いけるな。全然いけますね。じゃあ飲んでみろよ、てめえ。これ飲んでみろってんだよ。あ、これや。これや。わしが求めた鮎はこれや。これに比べて、山岡さんが持ってきた鮎はゴミや。何か食ったら大体それ言ってますよ。そうなんですよ。もう俺ボケこれしか思いつかないですよ。全満足。チャーハン作る会でも食べてると言ってました。言ってました。食いもんからもこのボケしか出ないですよ。知らんとこで女の子にも言うてんねやろな、これ。ピザ作ったじゃないですか、はい、子供たち大好評。あ、ガキに？ガキ刺さってました？やっぱガキって取るんですね。あんなもんでワイズ取らないと M1 とか楽ですね。何回も全部生地使わない方がいいって言ってんのに、はい、全部生地使って生焼けのパスができて、はい、そこでいつもホラーって言うんですよ。笑ってましたガキ。取るんですねガキって。 M1 の審査員ガキやったらいいんですけどね。はあ、何を笑うか分かんないですね、もう子供は。情けない大人が好きなんですかね。あの、だから、あの、面白かったのは、校長先生の話がつまんないっていうことを言ってきたことがあって、ほう、なんでつまんないと思うって言ったら、うん、面白いことを言おうとしてるから、うん、うーわ、深っ。透けてる？なんかだからつまんない。透けてんねや。なんかボケようとして必死やから笑われんねや。じゃあ M1 の審査員さんやばいっすね。みんな緊張でカチカチやから、俺ら順当なく打ち取ったな。あ、どんべ出てましたね。あ、どんべね、出てましたね。どんべやりましたよ。うっすら皆さんが聞いてたから出るかもみたいな。 CM 中もトイレ行けなくて漏らしました。漏らしてない。俺らが出た瞬間おしっこビャって出ました。びっくりして、いつ出るんだろう。じゃあだいぶなんかクライマックスみたいな CM で、なあ、そう、ケツの方でね、やってくれて、で俺も出るの聞いてたんで、でずっと見てたんですよ、イノシカ町の純吉と。ああ、そうなんだ。純吉の家で、でクライマックスぐらいでいざパッと出て、純吉が「おっ、お前さん CM 流れてますよ」とか言って、俺「あっ」と思ったんですけど、すかして「ああそうやな」っていう、めちゃめちゃすかしてしまった。恥ずかしい。素直に喜んだらよかったのに。子供にはもう続けないでしょうね、それも。ああ、そう。で、金属バットがドンベイの CM 出てたって騒いでました。いや、俺があのすかしたん、子供が見てたら、あの人格好つけようとしてすかしてるっていうの。まあ、そうですね、お見通しですよ。とんでもねえガキやな。けしからんすね。面白いこと言おうとしてるんやったら笑ったれよ。かわいそうに校長も。包丁が伸びないですよね、それやったら。嫌な客ですよ。包丁が気の毒ですわ。包丁の番号わかります？おすすめのデートプラン聞きましょうよ。餃子食べてくださいよ。食べてくださいよ。あなた餃子が一番好きなんだ、この世で。そうそうそう。そんなやつおらんて。
結構いるって。いないでしょ。もっとうまいもんあんで、世の中。餃子の時はガムとかが好きなんですか。ベロバグリですか。お好み食い込んでくる。え、TP ラーメン1位ですか。僕だから、プライドポテト、背脂ラーメン、ペペロッチ、うん、子供や。何の信用もできれば。お前さん前、天一とケンタッキーって言ってました、ね、はい、と、カズノコですか。ギリギリでしょ。ギリギリ保ちました。カズノコうまい。え、何ですか、1位。チーズ好きですね。チーズ、うわちょっとこれは怪しい、雲行きが怪しくなってきましたね。あの家で炙りチーズをやったくて、バーナー買いました。2位は、ごめんなさい、2位は、2位は、家の近くの中野の、はい、家系ラーメン、ぶとうやっていうのがある、 あるあれ好きですね。うん、あの坂の手前にあるところですね。そうです、家系ラーメン。3位は、3位ハンバーグ。あ、アホでした。残念、アホでしたね。ちなみに4位オムライスです。あ、アホやった。で、チャーハンです。あ、じゃんじゃん、アホやった。炒める米ね、炒める米、お米炒めのうまい、確かに。夕飯何しようかっていうのを思いつかなかったら、チャーハン作ってます。俺の目玉焼き丼と一緒ですわ。あ、これでやりました。楽でいいですよね、あれ。いいですね。楽でいいね、ほんまに。食べなさいよ、あなた。食べなさいよ。お前さん、おせち食べるって言ってたじゃないですか、いつも。ええ。気持ちわかるようになってきて。いよいよ。食べたくなってきた。来るでしょ、やっぱり。そうなんですよ。あの、上品なちょっとまずいのいっぱい食いたいですよね。なんか、結局季節を感じたい。そうなんですよ。食で季節を感じるのが一番いいですよね。そうなんですよ。四季折々を舌で感じたいんですよ。情けない大人になっちゃいました。季節感じたいですよね。俺はあれ、風呂入った後裸でうろうろできへんなってきた。風やなっちゅうなってきたら、季節感じれてみます。そうか、なんか おせちが売ってたんですよ、はい、スーパーなんか3000円ぐらいでちっちゃいおせちセットで、はいはい、あ、いいかもと思った瞬間に、あ、トメ先生、これだと思って、わしの顔出ました、ここに。そう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 、笑顔でうなずいてたでしょ、俺。うんうんって腕も組んでたでしょ。腕も組んで裸でブリーフにサスペンダーしてドクターマーチ履いてたでしょ、俺。ブリーフ一丁サスペンダーで、ちょっと待ってください、ちょっとでっかちゃんさん返信をちょっと、来てるかどうか。来てない、来てないですね。そうですか。ナイス。いや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 、普通のにしといてよかった。濃かったですか。こってりマックスじゃなかった。いや、普通のにしといてよかった、マジで。こってりマックスじゃなかったっすね。ちょっともう、この体には重かったな。もっと若い肉体やったらね、全力で楽しめたんですけど。いや、美味しかったですね。もう、ロートルなんで僕ら、もう老いぼれですよ。時期にもこっさりも食い出しますわ、俺ら。そのためのあっさりなんですよ。そうでしょうね、負け犬が食うもんでしょ、あれは。負け犬のくせにまだ天一食えるぞっていう顔をしたい、イキリが食うやつですわ。あっさりなんかか、純粋に味が好きなやつか。まあそれもありますね、って言い張ってるだけですよ、多分それもね。臆病者が食うラーメンです、あれは。